とても素敵な和葉さんの姿で、ご登場いただきました。メイク、どこがポイントですか。そうですね。今日は本当に全部ピンクの。ピンクで可愛らしいイメージのファッションなので。メイクアップもちょっとピンクのアイシャドウとチークと、あとリップがポイントです。韓国のコスメ文化、そして日本のコスメ文化、うん、何か。違いみたいなものってあったりするんでしょうか。そうです韓国はちょっとマットな。 仕上がりのメイクが多いように思うんですけど日本はもうちょっとしっとりしたツヤ肌とかのメイクが多いのかなっていうふうに思いますあのレスラフィルのメンバーともメイクの話っていうのはしたりするんですかそうですねメンバーみんなも結構メイクに関する関心がとか興味が多いのでみんなで結構話もしますしうん今日のリップの色に合ってるねとかそういう話もしたりしますね和田さんにとってメイクとは 私にとってメイクは本当ににポジティブなな力を与えてくれるものだいいう,ふうに思います。多分誰でもなんか落ち込んでしまう日もあると思うんですけどそんな時に本当に可愛らしいカラフルなメイク道具とかを見るとすごいテンションも上がりますしメイクアップをすることでちょっと自分に自信を持てたりすることもあるのでそういった本当に私に力をくれるエチュードの新商品の魅力をもっと皆さんにお伝えできるように頑張っていきたいと思います。